皆様こんにちは。今回は Android のデフォルトアプリの設定を解除する方法をご紹介させていただきます。 Android では例えば URL リンクをタッチした時に起動するブラウザアプリやカメラを使用する時に起動するカメラアプリなどをデフォルトアプリとして設定することができます。これを行うことで次回からいちいちアプリを指定して起動する必要がなくなるわけです。しかし一度この設定を行ってしまうと起動するアプリの選択画面が表示されなくなり、別のアプリをデフォルトアプリとして設定することはもちろん、一時的に起動するアプリの選択もできなくなってしまいます。そんな時、デフォルトアプリの設定を解除することで改めてアプリの選択画面を表示できるようになります。デフォルトアプリの設定を解除する方法は、まず Android の設定からアプリを開きます。次にデフォルトアプリとして設定されているアプリを探してタッチし、アプリ情報を開きます。アプリ情報のページの中にある規定で開くをタッチします。規定で開くのページの設定の消去をタッチすれば完了です。これでデフォルトアプリとしての設定が解除されます。この方法を覚えておけば、新たにデフォルトアプリとして別のアプリを設定する場合などに役立ちます。ぜひ参考にしてください。以上、Android のデフォルトアプリの設定を解除する方法のご紹介でした。